こんにちは、渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2019年12月8日です。はい、いよいよやってまいりました。えー、カルダのエーダシェリー本番テストネット版のリリースが明日に迫ってまいりました。と言ってもですね、日本って世界的に見て日付が変わるのが早いので、えー、協定世界時、 よりもう9時間進んでいるんですね。なのですぐにリリースというわけではないでしょうけれども、それに先立ちまして、チャールズさんから2本動画が出ています。1つはサプライズ m 名で1時間ほどですね。もう1つはカルダナ財団に関して思うことを語る動画が17分ぐらいになっております。こちら2本の動画、まあ一応、ざっと聞いてはみたんですけども、私もとてもね、ちょっと全部追い切れないままに今に、現在に至ってしまいました。そこでですね、あの、いつものように期待を裏切らないユータさん ゆうたさんがこちらのサイトでその内容をまとめてくださっています。なんとですね、忙しい方のために5分で分かるチャールズ A 名と報酬率ということで、その説明をね、5分、5分、5分間で読めるようにまとめてくださっています。で、その次はあの、プールオペレーターですね、上級編、プールオペレーター、上級者向けプールオペレーターをしたい人のためのなんか、あの、内容を載せてくださっています。すごくね、簡潔でありながら、 ちゃんと、あの、大事なところを落とさずに伝えてくださっているという感じで、こちらはですね、明日、あの、いよいよ、まあ、リリースになりますので、ちょっとそれに先立ってチェックしておきたいという方は、こちらのページを、ブログをチェックしていただくと、あのまあ、効率よく内容が把握できるかなというふうに思います。こちらは12月6日、 常にね、最新の状態にアップデートしてくださっているんですよね。12月6日最新完結化バージョンということであの、自分が今どの位置にいて何をすべきか、何を念頭に置くべきかっていうことがフローチャートになっています。こちらの方もぜひご確認ください。ただ、まあ、お忙しい人はね、本当に最初の方だけ読んで、あ、そうか、でもいいかもしれないんですけども、私としてはね、 まあできれば全部読んでいただきたいなと思うんですね。っていうのはこの中間あたりにですね、非常に私が感銘を受けた箇所がありまして、それが、えー、どこだったかなあ、こっちじゃないかなえーと、ちょっとじゃあ、GitHub がどう、あ、あ、これですね、ここです。はい。あ、ここですね。えーと、まあ私なんかね、自分で、 とても、ま、自覚はあったんですけども、チャールズさんがこう言うからとか、カルダがやることだからとかね、そういうところで、ま、あの、映画が150円になろうが、4円になろうが、ちょっとね、開発が遅延しては結構ね、あの、平気だったんですよ。でも、ほぼ、私のスタンスっていうのは盲信に近いのかなと思っていたんですね。でも、こういうのって、すごくなんかね、あの、信じるっていうのはもちろんいいことなんですけども、えー まあ、投資家目線としてどうなのかとか、科学的に何かを分析するについて、やっぱり、盲信っていうのはあんまり良くないですよね。あの自分でそれは分かっていました。あと、やっぱり、あの、枝が、体の枝が好きだからっていうのは、とにかく嫌いだから。まあ、そ、その両極端に関して言えば、どうしても、あの、偏ってる、あの、まあ、物の見方がこう、偏ってるわけじゃないですか。バイアスがかかってるというか。そういう状態で、あの、ただ盲信する、ただアンチでいるっていうのは、やっぱりこう、 非常に危険な状態かなというふうに自分でも若干自覚しておりました。ただこの方のユータさんのスタンスっていうのはね、そこを飛び越えたところにあるんだなということを改めて認識して私はあの感銘を受けたんですけれども、あのこちらのパラグラフなんですけども、チャールズや IOHK の信頼がという人がいますが、これはまさにその通りで、チャールズや IOHK を信頼する必要がないというのがカルダノの凄みです。これは何を言っているのかと言いますと、あのチャールズさんも AMA の 中で、とにかくあの、プロセスを信じるべきだと、チャールズ・フォースキンソンを信じるとか、IOHK がどうとか、そういう問題ではなく、あの人間の命っていうのは、いつかは朽ち果てるわけじゃないですか。ただ、カルダンのエイダーはどういうプラットフォームを目指しているかというと、来世期も使えるプラットフォームを目指しているわけです。なのであの、誰がこう言った、言ったっていうことを基準にしていますと、あのプラットフォーム自体がブレますよね。だからあの、そういうことではなくて、システムそのものとか、プロセスとか、あとプロトコルとか、そういうものを、 そういうものを基準にやっていくようにってということをチャールズさんもかなり強調されていたんですね。で、それと同じ領域。 ほぼ同じ領域に達しているのはこの方なのかなと思ったんですけれども、えー、事実私も基本的に開発がビハインド、つまり遅れるたびにチャールズや IOHK への会議心、不信感が募ったことから GitHub や論文を読み、それでようやくなるほどカルダノは信用できるんだなという考えに至りました。あなたは IOHK やチャールズを信じる必要はなく、ただただ公開されている論文とコードが カルダノの全てです。あ、そうです。あの、コードっていうのも言ってました。あの、チャールさんはね、そう、コードを信じるべきだとで。これを読み解いて判断しましょう。と言っても、ちょっと難しい専門用語多めでっていうか、かなり難しいんですけど、<laughs> はい、多めで大変なので、可能な限り私も解説できたらと思っています。でやっぱりね、ユータさんの素晴らしいところっていうのは、自分目線だけじゃないんですよね。自分が理解できてるからいいじゃなくて、あ、でも理解できない人もいるよね。だからなるべく噛み砕いてとか、忙しい人のためにもっと専門的に知りたい人のために、そういうこと そ、まあ、それこそあの科学的に捉えてますよねだから、うんまあ、IOHK とか、えー、チャールズに対してこう疑いの気持ちあの疑念が湧いてきた時でも常に GitHub や論文というその原点に立ち返ってあやっぱりカルナノって信用できるなというふうな領域に達しているとこの やっぱりね、体のコミュニティー広しといえば、この領域に達している人がどのくらいいるんだろうかと思ったときに、私、は非常に感銘を受けまして、私、いつもね、チャールズさんがこう言ってたとか、IOHK がどうだとか、こんな活動しているとか、もうその,あのレベルなんですよね、捉え方がね。でも、そんなところははるかに超えて、もうチャールズさんが最も望んでいること、この領域まで理解してほしいなと思っている、その領域。 にほぼほぼ至ってるのはこのゆうたさんなんだなと思うとね、私は本当に感動しましたね。なので、できたらこのページですね、あの、まあ、お時間ある方はね、最後まで読んでいただきたいなというふうに思うわけです。で、まあ、そんなこんなで、ね、まあ、これほど手のかかることをやっていますので、 やっぱりこのサイトの運営費だったりとか、で、さらに小学生でもわかるようなカルダノの漫画家というのを、えー、とチャールズさんじゃないや、ユータさん考えてくださっています。で、また、あの、私もしつこく募金活動をしますけれども、はい、あの、こちらのページにですね、あの、ドネートというところをしていただきますと、このカルダノエイダ、ええだ、えの送り先のアドレスが コピーできるようになっています。で、こちらの方に小枠で構いませんので、あの、画を送っていただけたらありがたいなというふうに思います。で、まあ、ゆうたさんも別に見返りを求めているわけで、ではないですし、たとえ、この体の、あ、画が集まったとしても、それを、この、それでこう自分が豊かになろうっていうのではなく、このサイトの運営費だったりとか、ゆくゆくは、え、体のエコシステムに貢献するという、 形で使っていきたいと言ってくださってるんですね。だから、いやいや、ちょっとね、あの、ゆうたさん、コーヒー代ぐらい、こっから捻出してくださいよっていうような感じで、私も言いたくなるくらい、この方は本当にね、見返りを求めてやっているのではない。ただ、まあ、運営だとか、あと人間、まあね、やっぱり、あの、人間っていうのは、それこそインセンティブがあって動く、インセンティ、 っていうのは、まあ、報酬っていう意味にもなりますけども、あの、まあ、インセンティバイスって動機づけするっていう意味なんですよね。やっぱり、その人間の動機づけの一つとして、例えば会社に行くんだったら、あの会社給料高いから行きたいとかね、やっぱ多少はその原料力になっているものの中に、その資金というものがあるわけじゃないですか。それがその感謝の、まあ、おか感謝のこの印として、その報酬が出た時っていうのは非常にね、やっぱり、あもっとこれから、 公のために、まあ、自分のためにもそうなんだけど、その自分を、あの、公のために生かせるように頑張っていこうという気持ちになるわけですよね。なので、ぜひ、ぜひ、このね、あの、まあ、献身的で、えー、まあ、このなんて、能力をね、私たちのために使ってくださっているこの方にね、ちょっとでもいいので、小額でもいいので、あの、寄付していただけたらありがたいなというふうに思います。まあ、それとですね、まあ、ちょっと話変わりまして、えー、枝の計算機というのが、 出ています。で、こちらももの URL 貼っておきますけれども、例えば、あ、もう入れちゃって、<laughs> ちょっと楽しみやりましたね。実は一回これ動画撮ったんですけども、ちゃんと撮れてなくてですね、やり直してるんですが、はい、あの、例えば1万エーダーを持っていたとします。そしたらここに入れてくださると、年利、年利で7、ーから8%って言ってましたけれども、はい、あの7.8%で、あと、ま、29.87ドル 分つきますよということですこのね、年率決して悪くないですね。でしかも、あの、エーダーをガチをしてる、このテストネット。 のステーキングに関ししててはガチさえいる必要ないんですよエイダの,もうあのスナップショットは11月29日に撮ってしまいましたのでそれがあればステーキング参加できますのであとご自分のお手持ちのエイダの方は自由に動かすことができるわけですよねつまりガチホじゃないのにガチホしてるみたいな状態で、はい、あの年利7%から8%で参加率が少なければ15%まで 行くかもしれないと言われている、このステーキングに参加できるというわけです。なので、まあ、こちらの計算機能を使って、こう、ワクワクしながらね、あと、ゆうたさんのサイトもしっかりと読みながらですね、このニューというところを押すと、最新の情報が出てきますので、こちらの方も合わせてチェックして、あの、ね、しながらワクワクして待っていただきたいなというふうに思います。それでは最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。